親子で成長虹色動画。今日は紫色草、みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、座ってできる楽しい歌体操、海サーフィンバージョン。はい、やっていきましょう。まだまだね、夏は続くぜこの野郎。ということで、今日はですね、海は広いな大きいな、もう夏といえば、夏の消化といえば海、この海を歌いながら体操を合わせていくんですけども、今日の体操はサーフィン体操をドンとドッキングします。なので今日は体幹トレーニング、バランス力強化、そしてですね、太ももの筋肉にも刺激が入って便秘解消にも効果的でございます。さあ、まずはね、ちょっと歌いながらウォーミングアップしましょう。このね、歌3拍子なんですよ。海は広いな、1、2、3、2、3、3、2、3、4、2、3。なので、軽くね、下半身上半身を使いながらウォーミングアップがてらに、こんなリズムで歌を歌ってみましょう。足をどん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 パンの3拍子、1、2、3、2、2、3。これでまあ1番だけ歌いましょうか。せーの。海は広いな大きいな、月が昇るし日が沈む。 OK でございます。ね、この歌詞はタカちゃんの歌体操でもね、海歌体操いろんなバージョンでやっておりますから、で皆さんもね、この歌詞1番から3番までちょっと確認すれば、しっかりね、歌えると思いますので、まあまあそのね、会場その集団でまず歌詞の確認をして、今のような感じで、まあ手拍子でもいいですよ。いつものタカちゃんがやってる足踏み手拍子で歌ってもいいですし、さっきやったように 1、2、3 のリズムで歌ってもいいですし、とにかくみんなで一緒に歌を歌いましょう。さあ、その歌に合わせる体操ですけども、今回はとても効果的でございます。なのに簡単、3種類の体操だけで合わせていきます。まずですね、1番、2番、3番、もう振り付け1種類ずつ。まず1番の振り付けはサーフィン体操で、手を両サイドに開けて、背筋をパンって伸ばして、椅子に浅く腰掛けて骨盤立てて、この状態で、お尻を1、2、サーフィン、サーフィン、サーフィン、しっかりこのこのグッと、体を倒した時に骨盤を、お尻をしっかり座面から浮かしてみましょう。なるべく浮かすとね、この前動運動を活性化させるための体幹あたり、体側あたりがすごいストレッチできますからね、便秘解消にも効果的でございます。こういう感じで、海は広いな大きいなのこのぐらいのリズムで1番ずーっとこれを繰り返します。結構ね、簡単ですけどね、これをしっかりやると体幹鍛えられますからね、結構きついですよ。はい、お尻もね、こう刺激できますから。お尻にね、毒素が溜まりやすい。大臀筋。お尻の筋肉に毒素が溜まりやすいんですけども、自覚症状が出にくいんで、しっかりね、この骨盤を動かして、デトックス、毒素排出にも努めていきましょう。1番、この体操。簡単でしょ？ね、2番は、次、この座面で、丸を描くようなサーフィン体操。同じように両手を広げて、サーフィンのような体勢でバランスをとって、この座面に、こう、お尻で丸を描く感じ。そうすると自然に、この体幹が、こう、ぐっと丸まって、こっから反って、丸まって、反って、みたいな。体幹全身がストレッチストレッチ、うね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 ストレッチングできます。これでね、体幹力アップですね。バランス力も強化されます。前動運動がぐるんぐるん刺激されまして、腸内の排泄物、バーン、スパーンね、便秘解消にね、かなり効果的でございます。はい。おっと。インナーマッスル、脊柱起立筋をね、刺激しながら、自律神経のね、
整える自律神経の安定にも効果的でございます。はい、これでね、海は大波、青い波。で、2番はずっとこの振りでいきます。そして3番、海にお船を浮かばせてんときは、そのまま、資料上げちゃいましょう。上げて、この体勢、太も、スクワットの途中の体勢ね、太も大腿四頭筋と裏側にも結構きますね。全体、太も全体にむちゃむちゃ、刺激入ります。この体勢で、海にお船を浮かばせて、最後は筋トレで締めます。筋トレをしながらの腰振りサーフィン。これはかなりハードなんで、まぁ、ちょっと、これがきつい方は、これで、最初の振りで、またね、戻ってやっていただいていいですし、これできる方は、ぐっとお汁化していただいて、海にお船をでいきましょう。ね、千葉県の九十九里浜。ね、今僕千葉県に住んでおりますが、すんごいいい波来るんですね。そのいい波に、波を乗りこなすかのようなごとく、健康長寿のバロメーター、太ももの筋肉、ここの筋肉量が多い人ほど健康寿命が長いという、こういうデータも出ておりますから、はい、しっかりね、ここの筋肉、太ももの筋肉鍛えていきましょう。はい、ということで、投資でやってみたいと思います。もう歌はね、もう皆さんいけるとして、さあ行きましょう。合わせていきたいと思います。それでは、海、歌体操、サーフィーバージョン。サーフィンバージョン行ってみましょう。さあ皆様の歌声を聞かせてください。しっかりね、一緒にね、体を動かして体幹鍛えていきましょう。いきます。3、はい。海は広いな、大きいな、月が昇るし日が沈む、海は大波、青い波。反対。揺れてどこまで続くやら、海にお船を浮かばせて、行ってみたいな、よその国。おお、うわー、これ太もも最後きますね。いやー、でもかなりね、短い曲ですし、いけるかなと思ったけど結構ハード。でもね、この皆さん知ってる歌で、海なんで、夏なんで、結構ね、アクティブなイメージもありますから、この夏のイメージと夏のこの気温とね、あの頃の若かった頃のあの思いも重なって、もうこの時だけね、一緒に、ミドル、シニア、皆さんと一緒にね、弾けて、最後は頑張ってお尻上げて、ね、太ももの筋肉、鍛えてみてはいかがでしょうか。はい、この後ね、しっかり水分取っていただいて、空腹時にぐっと水分を飲みますと、さらに腸内の蠕動運動がね、活発化して、排便ね、催す機会も増えてきますの。そして水分をしっかり取ることが、便をね、柔らかくしますし、あと食物繊維ね、水溶性食物繊維、海藻類とかキノコ類ですね、海藻類、キノコ類しっかり食べていただいて、便自体をね、食物繊維取って、便自体柔らかくして、不溶性食物繊維、なんや、もうちょっと食物繊維っぽいね。野菜のごぼうとかそういうのね、キャベツ、レタスとかそういう食物繊維っぽいのもしっかり取って、不溶性食物繊維で便の傘を増して、そして水溶性食物繊維で便を柔らかくして、水分取って、蠕動運動を高めて、運動して蠕動運動を高めて、スポーン、デトックススポーン、毒素スポーン、ね、排泄物スポーン、スッキリ元気ということでございます。はい、皆さんもね、ぜひ、まだもう少し夏が続きますから、ね、夏バテ予防も踏まえつつ、ね、運動をして、タンパク質を取って、食物繊維を取って、夏を残暑を乗り切りましょう。はい、そんなわけで本日もですね、介護予防のスペシャリスト、タカちゃんがですね、
介護予防に関することをしっかり勉強して、本日もしっかり体操のね発信をしております。いいね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。これからも頑張っていきたいと思います。皆様の素敵な未来にスマイルハッピーパウダー。